何しとん、何やっとん。なんか初めて日本来た時ね、教科書のようにこう何をしてますかってね、誰もそういう風に話さなかったね。関西住んどったからさ、まあ何しとんとか何やっとんとかかまへんとかそういう言い方だったんじゃないか。でもそれ絶対教科書から勉強できないんじゃないか。まあだから同じように英語で話すと What are you doing? What are you listening to? What are you studying? なんかその教科書的な英語とその現実の英語が全然違うじゃないか。でも絶対そういう現実の英語が教科書に載ってないと思うんですよ。だから結局なんか英語を話したい人には、まあ人間と話したいんじゃないか、人と話したいんじゃないか。だから俺があなたみたいにまあ他の言語を勉強したいなと思って、他の言語をちょっと話せるようになりたいなと思って、俺が舞鶴に住んでったのね。だから分かるのね、その気持ちね、そのゼロから話せるようになる気持ちね。辛いよ、難しいよ。やっぱなんか他の人とコミュニケーションするのがすごい難しいんですよね。だからいろんなね経験があって、いろんな勉強になって、まあ話せるようになったんですね。でもやっぱその一番難しいのは本当に他の人と話すことが一番難しいんじゃないか。だからいくらねこう教科書を見ても教材聞いても、やっぱ本当の人間と話さないと本当のコミュニケーションにならないと思うね。だから無料でね、これ本当にいいから相談しましょうね。スカイプとかね、俺にメールして、あなたの英語のレベルを聞いてどうすればいいかって教えてあげるよ。本当だって俺があなたみたいにどうしようどうしようという状態だったのね。でもまあいろんな話あるから、いろんな経験あるから、18歳ねこう日本語話したいと思って全くできなかったんですね。今でもなんか片言っていうかなまってると思うんだけど、結局こう言いたいこと言えるんじゃないか、気持ちをこう説明できるんじゃないか。だからそういう気持ち欲しいんでしょ、英語で話すとき。 So what are you doing? What are you waiting for? You waiting for someMagical dream to come true? You waiting for some new business opportunity or new job? Are you waiting for a new friend? Are you waiting for a new lover? Are you waiting for a new vacation? What are you waiting for? You want to talk to somebody in English? This is your chance. Send me an email. Let's talk, okay?